1月15日火曜日、北勢町にあるたんぽぽ作業所で、北勢地区民生児童委員協議会主催の餅つき大会が行われました。この日の餅つき大会には、たんぽぽ作業所利用者と、あじさいの家利用者、そして民生委員の皆さん合わせておよそ60人が参加。地元北勢町の農家の方から寄付されたもち米30キログラムを使い、民生委員の方が準備したナッパや大根おろしなどのほか、おはぎなども作られ、皆さんつきたての餅の味を楽しんでいました。毎年行われているこの催しは、北勢地区民生児童委員協議会が昭和58年から取り組んでいる生活交流会の一環として開かれていて、餅つき大会のほかにもスポーツ交流やゲームを通じての交流など娯楽を中心に行うなどして、障害者の閉じこもり防止と地域の方々とのつながりを深める活動を行っています。北勢地区民生児童委員協議会藤田博道会長は、今後もたんぽぽ作業所を中心に地域の方とともにさまざまな催しを行い、絆を深めていきたいですと話し、たんぽぽ作業所の施設長藤本治美さんは、この餅つき大会は利用者の皆さんがとても楽しみにしているイベントで、いつもの作業では見られない笑顔が見られて嬉しいですと話していました。